エクメーネのイメージ、プトレマイオスの地図より、赤がエクメーネ、黒がアネクメーネ、緑がサバルクモニー。エクメーネは、地球の表面の内人間が居住している地域を指す地理学の用語である。厳密に定義すれば、地球上で人間が常に居住し、経済活動を営み、また規則的な交通を行っている空間となる。生活空間、居住空間。 居住地域などと訳される。エクメーネには人が定住する恒常的なものと一時的なものの二種がある。例えば南極大陸はかつてはアネクメーネであったが、現在は一時的エクメーネの一種である。オイクメネ、エクメネ、エクメネという表記もある。大院義語として人間が居住していない地域を指すアネクメーネがある。エクメーネという語は、 ギリシア語で、住んでいる土地を意味する語、オイクウメネーに由来する。これはもともと、古代ギリシア人が自分たちの住んでいる空間を指して、用いた語である。キリスト教で用いられる語エキュメニカル、エキュメニズムも同語源である。アレクサンダー・フォン・フンボルトがこの概念を提唱し、近代地理学に導入する。フリードリ・ヒラッツェルが、アンサラポジオグロフィ。 大ジョバグラフ社バーブレイトンデメンシェンでその範囲や発展について論じる。地球の表面のうち海洋、故障などはエクメーネから除外される。エクメーネは地球の陸地面積の約88%を占めるが、アネクメーネとの境界は食料生産限界とほぼ一致する。人間が住むことは可能だが農業には適さない地域をサバルクモニーと呼ぶ。 エクメーネとアネクメーネの境界は大きく水平限界と公共限界に分けられる。水平限界はさらに対幹層限界、対寒冷限界、体質熱限界に分けられる。1984年現在、恒常的エクメーネの北限はエルズミア島のアラート、南限はナバリノ島のプエルト・ウィリアムズである。公共限界はインドのチベット近くのバッシュである。 有志以前に今日のエクメーネの輪郭はほぼ完成していたが、気候の変化による水平限界、公共限界の変化、技術の進歩による居住地域の拡大、人口増加による他地域への移住や入植などによってエクメーネは拡大する。具体的には森林や低湿地、砂漠の開発などによりアネクメーネがエクメーネに編入されてきた。愛好会時代には、 それ以前からエクメーネに含まれていた新大陸と旧大陸は単一のエクメーネとして結合するに至った。地下資源の発見などにより居住限界を超えて入植が行われることもある。ソ連の自然改造もエクメーネ拡大の原因の一つである。ありがとうございます。